浦沢直樹は日本の漫画家、東京都府中市出身、1983年デビュー。漫画賞の受賞が多く、手塚治文化招待賞を2度受賞している唯一の漫画家である。2021年4月時点でコミックスの国内累計発行部数は1億2800万部を突破している。府中市立府中第四中学校、東京都立藤森高等学校。 明星大学人文学部経済学科卒業。1960から1970年代のロックのファンで20世紀少年にはその影響が色濃く反映されている。特にボブ・ディランの大ファンであり、2007年にはロッカー枠コージとの協調、ディランを語るを発行したほか、2016年には古典の特別イベントとしてボブ・ディラン聴いて歌って描きまくるを。 開催するなどしている。1960年、東京都府中市に次男として生まれる。幼稚園には通わず、昼間は祖父母と三人きりの遊兵状態であった。この頃、手塚治虫の鉄腕アトムとジャングル大帝を買い与えられ、自分でも漫画を描くようになる。地元の小学校に入学、三年生から学級委員を務め。 学級新聞に4コマ漫画を連載した。一時期いじめられかけたこともあったが、クラスのガキ大将に漫画を描いたことがきっかけで、いじめはピタリと止まったという。この頃、初めて長編漫画、太鼓の山脈を描き上げる。当時テレビでも放映していた、フィルムノワールの影響を受けた暗い内容のもので、当時は4つ上の兄が、もっぱらの読者であった。中学では、 当初陸上部に入るも、先輩の偉そうな態度が嫌になり、軽音楽部へ転入。吉田拓郎にのめり込み、拓郎が影響を受けたと公言するボブ・ディランの研究を始める。中学生時代の経験は後に、20世紀少年に生かされ、浦沢は、賢治が校内放送で曲をかけたが、変化なしというのは、自分自身の実体験だが、こういうことをした人は、 結構多かった、10分の1くらいは自助伝と語っている。また、中学の1年先輩に小室哲也がおり、浦沢がリクエストした、20th Century Boy を流した放送部には小室が部長として所属していた。高校、大学も、軽音楽部に所属していた。一方で漫画の制作も続けており、高校では国語の教科書に載っていた、芥川龍之介の、 ラ・ショモンを漫画化している。もっとも当時のカジワラ一気ブームに乗れず、一時期漫画に興味を失いかけていたこともあった。しかし、大学の時に登場した、大友克洋をはじめとする、ニューウェーブの作品群に感化され、漫画に対する情熱を取り戻した。漫画くんと思われるのが嫌で、大学では万研には近寄らなかったが、万研の人よりもたくさん漫画を描いていたという。 なお、大学の軽音部では一年上にザ・ストリート、スライダーズのハリーが所属しており、プロの演奏を目の当たりにして、自身のバンドをきっぱりと断念。下手にバンドで食べていこうと思わなかったのは、彼のパフォーマンスを見たからかもしれないと語っている。もともと漫画家になるつもりはなかったが、就職活動時に、小学館に編集者としての面接を受けた際、ついでに持っていった、原稿。 リターンが新人賞に入選。これを機に1年で目が出なければ辞めるつもりで漫画家を志す。アシスタント等を経て1983年にベータでデビューし、1984年開始の踊る景観で初連載する。長崎少子担当の下ビッグコミックオリジナルで外国を舞台にしたパイナップルアーミーマスター・キートンを連載する一方、 ビッグコミックスピリッツで、やわら、ハッピー、と、女子スポーツを題材にした作品を発表し人気を得る。1986年開始の、やわら、以降は西掛け持ちで、毎月100枚を超える連載を10年以上続けた。スリラー作品、モンスター、手塚治虫の、鉄腕アトムをリメイクした、プルートにより二度の手塚治虫文化小漫画大賞を受賞。2004年には、 20世紀少年により、フランス・アングレーム国際漫画祭で、最優秀長編賞を受賞している。週刊モーニングにて2008年から、ビリー・バットを各週で、連載開始。何度か、長期救済を挟みつつ2016年に完結。2012年から2014年まで、マスター・キートンの正式な続編である、マスター・キートン・リマスターを、ビッグコミックオリジナルに不定期掲載した。 2008年より長崎少子と共に名古屋造形大学の客員教授も務めている。2014年からは浦沢直樹のマンツトムが NHKE テレにおいてスタートした。2020年に開催される東京2020オリンピックパラリンピック競技大会の公式アートポスターあなたの出番ですお手掛ける。浦沢の作品は登場人物の表情が 印象的で、その微妙さ浦沢漫画の特徴の一つとも言われている。浦沢は原稿にペン入れをするときに最も気をつけているのは人物の表情であると語っている。浦沢はわかりやすく単純な表情を嫌っており、絵文字のようにシンプルにニコッと笑っている人などいません、と述べている。元アシスタントも含む。浦沢直樹に聞く。 前編やっと子供の頃の漫画の描き方に戻れた。日経クロストレンド。2021年5月23日閲覧。ディランを語ろう。小学館。2018年3月6日閲覧。浦沢直樹展開催記念イベント。浦沢作品のルーツ。ボブ・ディランとの関係性に迫る。ボブ・ディラン聴いて歌って描きまくる開催決定。ソニーミュージック。 ソニーミュージックエンタテインメント。2018年3月6日閲覧。浦沢直樹、枠井工事教著ディランを語ろう。小学館、2007年、38ページ。ISBN9 兆7840億9359万2024。浦沢直樹が見た、ディラン、飽きる大切さを教えてくれる。朝日新聞デジタル。 オリジナルの2016年4月12日時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 4 1 2 0 3 2 7 3 4 h t t p w w w a s a h i c o m articles ASJ493CLXJ49U-001HTML2016 年10月16日閲覧ボブ・ギランを聴いて歌って描きまくる浦沢直樹展記念イベントで語られた漫画と音楽の熱い関係エンタメステーションオリジナルの2016年3月16日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20160316173528/http:/entertai, nmen, tst, a, tion.jp/23843/2016 年10月16日閲覧。小室哲也と 20世紀少年の驚きの関係が明らかに引く、すげえ、と反響。マイナビニュース。2015年2月12日閲覧。東京2020公式アートポスター。東京 2020, 2020年2月27日閲覧。近くの扉を開き微妙な感情までも紙の上に描きたい漫画家、浦沢直樹氏に聞いた創作への思い。プレジデントオンライン。 2021年6月27日、閲覧。ABNHK2007、70から71ページ、漫画家、浦沢直樹、先週の自分を超えるもう一段レベルアップする方法。プレジデントオンライン、2021年6月27日、閲覧。フランスでは、アングレーム国際漫画祭での受賞、作品展示に続いて、首都パリの視聴者でも、 古典を開催した。浦沢直樹、パリ視聴者で、古典開催仏国際漫画祭で、ダブル受賞、毎日新聞ニュースサイト2018年2月15日、閲覧。浦沢直樹、月刊。スピリッツで、子、遠藤健二さんのエピソードを漫画化。モントンウェブ、https、マンタンウェブ .jp、アーティクル。 2018万926ドッグ00メートル2億4万2千 c h t m l 2 0 1 8年9月27日閲覧大阪国際女子マラソン浦沢直樹さんがイメージキャラクター描く 3K ニュース https://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ181210スラッシュ wst181210-04-n1 と html2019 年1月27日閲覧大阪国際女子マラソン、浦沢直樹さんがイメージキャラクター手掛ける。 サンスポーコム ht www. .com https w w w サンスポ p c o m スポーツニュース二千十九万千百二十六 a t h 十九兆千百二十六億五百万一 n 一 h t m l 二千二十年一月七日閲覧。浦沢直樹のマンツとむ今年も朝の意味を東村明子ら登場。オー二千十五年八月二十五日閲覧。 順次と、直お番組公式ツイッター浦沢は、月曜ジャンクにバナナマンのバナナムーン時代からの番組リスナー。お知らせ、岩城太郎、浦沢直樹のコラボコンサート、朝日新聞2018年1月16日。ありがとうございます。